ありがとう。あと他の日にちもね、7月15日のね、6時間目完売目指してて、この時間完売絶対したいんです、私。絶対したいんです。笑ったデザインもさ、とかありがとう。絶対したいんです、はぁとか笑っちゃった。ほら、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい、どうしようどうしよう。今日、情緒、楽しそう、私。楽しそう、私。祭り気分になれるよ。もちろん。今度後悔するね。知らんけど。笑けちゃう、笑けちゃう。あと、監視枠の通所もね、取っとったら？取っとったら？ 7月17日、監視枠取るべし。取るべしですよ、こちら。じゃ、取るべしです。絶対取るべし。あ、でも、この時まだ夏のツアー始まってないのか？何の話ができるのかな？夏のツアー頑張ってねって言いに来て。きっと申し込みとか始まってるから、行くよ、申し込んだよって報告とかね。1週間全てをかける日だもんね。スペベ？ん？さあ、最近青タンやばいんですよ。え、これさ、青タンできたんですけどさ、なんだと思う？ボーリングでさ、ここ青タンできないよね。多分打ってないんですよ。だから普通に私なんか、最近マジ寝相悪くて多分やっちゃってるんですよ。最近朝がめっちゃ増えて、もうマジでやばいかもしれない。公園に間に合わない。このあざを消すの。え、足にもさ、すごいあざできててさ、誰かにさ、夜さ、ぶん殴られてんのかな？わかんないんですけど。結構ね、あざがすごいあるんです。ほら、ここも。マジ、絶対、ここなんかしない限りぶつけないでしょう、みたいな感じです。どう思いますか？水色に合いそう。おお、ありがとう。土曜日休めるかな？ラリアット？壁にアタックしとんかな？クワスに噛まれとんかな？痛くはないんですよ。痛くはないんですよね。腕にもね、他にもあったんですよ。どこだっけ？ちょっと暗くて見えない。どっかに青タンあったんですよ。でもここすごくない？結構青タンじゃない？ なんだろう。これさ、あったかな？ボーリングでできるかな？なんかこうやってやった時にさ、でもぶつけてないとこの青タンってできないよね。何なんだろう。何なんだろうね。夜ぶん殴られても怖いね。ウケる。でも私本当に寝相悪いんですよ。目立ってるだけなのかな？そういうこと？でも足もできてるんですよ。歩いてんのかな、夜。でもね、結構割と朝起きて、高頻度で関節照明倒れてるんですよ。枕はどっか吹っ飛んでるし。チンアナゴ最近なんか足元にいる。よくわかんない。朝起きたら頭に置いとるのに。なんでだろう。 私今日楽しそう。寝てる間ぶつけてるよね。そうなんだよ、絶対。やばない？でもここぶつけるってどういう寝方なんて感じすぎる。見えてる？ここぶつけるってどういうこっちゃ。でもね、足にもすごいんですよ。何なんだろう。6月4日公演、席が前方。ああ、よかったね。2日連続だね。暴れとるわ。暴れとるわ。やばいやばい。なんか進展あったら言うわ。寝てても活発みたい。寝てる方が活発かもしれない、むしろ。でも最近さ、最近私活発じゃない？メール見てて思わない？マジで活発だと思う。結構活発。今日めっちゃ歩いたし、多分何歩歩いてんだろう。昨日も1万1000ぐらい歩いてたんです。今日もっと歩いてると思う。知らんけど。今日犬舐められた。舐められたというか、舐められそっちの、うるふえじゃなくて、ペロって、なんか、舐められた。どういうシチュエーションって感じよね。なんか、ボーリングの帰りに、ワンちゃん2匹歩いてて、トイプーみたいなのが。で、なんかすごい人懐っこくて、ヤッホーってやったら、ヤッホーって来て、なでなでし、ちょっとだけした。こんばんは。ね、健康的。そう、今日サウナ行ったし。明日何しようかな。明日何しよう。明日何がいいと思う？今日サウナ行っちゃったから。明日何がいいかな。明日何するのがおすすめ？一人映画館？
違うな。犬目犬目でもなんか若干筋肉痛になりそう、もうもはや腕。ヨガはちょっともういいです。いけないです。お金払えてんのかな、わかんないですよ。多分もう、あれなんですよ。止まってると思います。止まってるので。なんかワンちゃんに会いに行くのもね、寂しい気持ちになっちゃうので、いいです。そろそろ占い、あ、やっぱそう？何占いしてもらったらいい？今までずっとなんか、占いは、占ってもらうことを特になんか言ってたから、なんだろう、手相行ったりとかで結構制覇してやってないの、なんだろう、あとやってないので、も今霊視行きたくて、でも霊視は広島あんまいなくて、だからあれなんですよ。明日筋トレしよう、外出たい。明日釣りおすすめです。5時に起きれない、5時とかに起きなきゃいけない。いやそんなことない、普通にしていいやつ、一人で、え、勝手に海に垂らしていいやつ、いいと怒られない、ここでやっちゃダメですみたいな、ここはダメここはダメみたいな、ないの。そのキノコ死んじゃう、あ、これはいけるキノコでしょこんな感じにならない、あるかも、多分怒られない、本当に。こんばんは。でも海に落ちちゃうかもしれないから怖いからやめとく。レトロ喫茶店行ってきた、いいね。え、私明日何しよう、マジで明日何しよう、明日配信いっぱいするわ。いつも通り2時間半しますね。それはそうなんやけど、他に何がしよう、何しようかな。1個予定は決まったんよ。でもそれまでの間暇かなと思って、昼に配信して、で夜にも配信するのもあり。どんな感じだろう。スイッチ、最近さ家でスイッチやってないんだよね。家でスイッチやろうかな、やろうかな。でもね、勉強やんなきゃ、勉強やんなきゃいけないんですよ。もう、でも昨日の夜したんですよ。褒めて、商品額褒めて、褒めてほしい。レポートを何にもやってないので、マジやばい、ガチやばです、ガチやばアンナさんです。ココアさん明日ジップだからさ、天才すぎる。散歩、散歩もさ行くところを決めていかないといけないじゃん。その行くところを考えたい。でも別にないんだよね。ドラタカありがとう。どこがいいかなって考え中です。仕事中頑張って。今日はちょっと短めの配信なので、私ももうちょっとで終わるかも。嬉しいだけ。ネットフリックスで一日とかしましょう。そうね。あ、昨日アニメでね、山田くん見たの。山田くんと、なんとかのレベル999みたいな。マジや、え、やば、やばくない？え、マジやばない？ってなった。息がハーハーした。あとね、あれもハーハーするよ。あれ、あれ、あのね、言わんとこ。あのアニメね、へへへへってなった。見てるよ。あとあれも見てます。なんかローハーみたいなやつ、なんとかローハーみたいなやつもヘキヘキしますね。へえ、ガチガチたいレベル999。大須くんおすすめの2時間目撮ってるかお話できるの楽しみ。え、嬉しい、やったありがとう。ネットフリックス最近アニメしか見てないよ。おすすめありますか。最近アニメブームすぎて、自分の中で。ウジナか。ウジナ、明日ウジナ行きますって言ったらダメじゃん、もう行けなくなっちゃうから明日ウジナ行かないよ。ウジナ何があるんですか。いい意味でね。人見知り克服で道行く人に話しかけるのどうでしょう。ちょっと通報されちゃうよ。ちょっと遠いところの公園とかに行く。公園一人で行ってどうしたらいいんだこんばんは。いい意味で何があるんですかって、その何があるんだよじゃなくて、どんなものがあるんですかのセリフです。申し込んでくるわ。嬉しい、待ってます。公園、港公園ってどこ。広島港公園ってどこ。公園でキャッチボールしようよ。待っててくれるの。まやさん、レボスターかけじありがとう。パワー、ありがとう。眠たそうな顔してる。は？面白くないコメントしてる。トゥトゥトゥ、ピクニック一人で
いいけど。よくないわ。一人でピクニック寂しすぎる。しかも最近なんかさ、雨ちょっと降ってるからちょっとピタピタでさ、床が。いや。フルーツレモンケーキ、フラペチーノね。うんうん。ランダムの場所でバット持って構えておくね。あ、もう、あれなんだ。キャッチボールじゃないんだ。飛ばされるのか。明日アンナが行きそうなところで待機しときます。テスト放棄。テスト頑張って。明日だよ。明日頑張る。ありがとう。天候大丈夫なん？確かに明日どうなんですかね。チーカーの弁当は買わないってしました。買ったとてと思って。そうですよ。買ったとて。未来は見えています。使わないっていう未来が。最初だけですね。スーザンでリンコの代わりにバンディするのはどうでしょう。なんでリンコの代わりなんですか。リンコの代わりはいません。リンコはリンコ。私は私。14分見逃した。あともうちょっと終わっちゃうや。始球式。はあ。過去配信聞き直して、手相の結婚戦の話あったから、自分見たけど2本だったの1本消えてた。すごいじゃん。いいことなのか。すごいじゃん。いいじゃん。やっぱ変わるのか。あ、お願い。1本になってくれ。クリスさんハートありがとう。し並べ配信したいね。喉使っちゃうからあれ気をつけないと。ハート100ありがとう。キコリさん嬉しいだけ。カムカムレモン好き。私一時ちっちゃい頃めっちゃ好きでさ、めっちゃ食べとった。プー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 。草むしり来たら麦茶飲み放題ですよ。別に麦茶も飲み放題じゃない。飲み放題別に。迷うな。行くか迷うわ。それちょっと迷う。どんどん、去年っていうのが薄くなるんだ。あ、そうなんだ。今これだからこれ薄くなるのかな。グミあんま食べないですね。好みではないですね。ちなみに今月夏好きだから。あ、そうなんだ。知らなかった。じゃあ当ててね。スタバの新作モンドランです。皆さん飲んでくださいね。実質 STU なので。ということでお知らせをして今日はもうそろそろ終わりたいと思います。まずはお話し会の申し込みが再販が始まりました。そして6月24日土曜日に行われるインテックス大阪の 1,2,3,4 時間目が追加でプラスで販売されることになって、完売が出てたんですけどプラスで券が追加されたので、皆さんぜひこのチャンスぜひゲットしてくださると嬉しいなと思います。息をする心最後の直接だし、6月はなかなか直接会える機会が、私今んとこ本当に決まってるのは本当にスペーベと6月4日の公演で、公演は私多分ここの公演しか出れない気がする。わかんない。何かイレギュラーなことがあったらあるかもしれないけど。あと、フェスイベント系があるのかわかんない。なさそう。あるのかなって感じなの。本当に6月会える機会、本当に少ないんですよ。あ、よし。今日見てたよ。アンナちゃん、お母さんにアンナちゃんって呼ばれ、お母さんが出てきたとかでアンナって呼ばれて、自分もってなった。ゆぐいさんハート500個ありがとう。大阪当たるよ。大丈夫よ。1枚の秒数減らすのかな。そういうわけじゃないんじゃない、きっと。そういうわけじゃない気がする。きっとわかんない知らないけど、どうなんだろうね。追加ってなんないの。うん、後半の公演はそうですね、私ゆきりかと同じポジションだから出ないんじゃないかなって思います。うん、たとえ。なんて呼ぶんだろう。こんばんは。試験ありがとう。直接は距離も近くなってますし、マイクなしでお話できるのでドキドキしてしちゃうと思うんですけど、待ってます。
7月その反動で多い公演多い気がしないんですけどね。7月もやっぱあの夏のツアーのレッスンが始まるので、そんなバン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 できなさそうな気がするんですけど、やるんですかね。平日とかあるかもしれないけど、7月30日わかんない、いつかわかんないけど、あれも始まりますし、レッスンとかでそうバタバタしだすと思うので、6月ゆっくり私たちの脳みそがパンクしていない時に会いに来てください。もう7月17日とかパンクしてるよ多分。あ、パンクまだしてないかな。でちょっとやばいってなってるかも。やってもらえるのでは。7月から忙しいのか。そうかそうか、面白い子。わお、空気入れに行きますよ。 ありがとう。じゃあ空気入れに来てください皆さん。おすすめはこの時間です。他の時間もあるし、あと監視役7月17日月曜日祝日1時間目が通称になってて、私最近監視役空いてないから、空いてなかったので監視役というものを忘れかけているので、ちょっとね通称がどんな雰囲気だったのか忘れてしまっているので、新鮮な気持ちでね、そう望みたいと思っていますので、ぜひともよろしくお願いします。感謝かけてくださりありがとうございます。ナーメンちゃん配信見たいけど仲良くなりたいですって言ってたこと、嬉しい。ナーメンちゃん嬉しい、ゲーム絶対しようってアンナが言ってたって言っといて。電車バトということでありがとうございました。今日はちょっと終わっちゃうんですけど、皆さん今日話し足りなかった分はお話し会でお話ししましょう。絶対今日話したかったこと思い出せないよね。毎回髪切ったって言いたいです。いいよ毎回言っても、今日切ってないよ、いつか切るかもしれない、いつかというか絶対いつか切るんだけど。ではありがとうございました。お知らせは、ひーちゃん家に来てくださいって言ってたよ。マジ、ひーちゃんの家ね知ってるんだけどね、ちょっとこう怖い、間違ってるかもしれないと思って怖いんですよ。ちょっとね知ってるんだけど、なんか間違ってたらさ、知らない人出てきたらちょっと怖いので。ということでお知らせは以上ですかね。他なんかあるっけ、お知らせない気がします。では、13位ドラ、あ間違えた、13位30点、12位ドラ、11位地方な大好きボーイさん、10位サンピン、9位トラ太郎、8位オカッピ、7位中田、6位キコリ、5位マリュ、4位スキナちゃん、3位海賊スキピー、 2位タカヒロマックスちゃんスキピー、1位アリンコさん大好きピー、ありがとうございました。久しぶりに晴れました。あ、そうなんですよ、晴れて今ねちょうどオレンジです。19時とかでオレンジやばない、19時半だよ、やばいやばいね、夏来てる。でありがとうございました。あ、オリコちゃんのグッズぜひの動画ぜひ見てください。ではありがとう、おやすみなさい。はい。